ターボモード試してみようかな。RS 太一のE ヒート試してますけど、昨日ね夜ちょっと結構冷え込んだんだけど、これのおかげで大丈夫でしたね。今昨日試せなかったちょっとターボモードっていうのを試してます。あーもうあったかい。1分ぐらいです。1分経ったないですけど、まだ1分経ってないですけど、まだもうあったかいですね。ターボモードは何分間かすると自動で切れるんですね。今日はですねバイクの平日バイクに乗ろうみたいなコミュニティがあって、初めてですねコミュニティのツーリングに参加してみることにしました。だいぶね本当元ブログやるようになったから相当アクティブになりましたね自分が。こんなことね若干コミュ障入ってるぐらいの僕なんですけど、なかなかそういうね集まりに顔を出そうなんていうことは今まであんま思ったことなかったんですけどね。で千葉の方にねちょっと行くっていうことで、すごい渋滞だなこれ。一体新宿行くのにも行く何時間かかんだってぐらい混んでますけど、まあこれはワープしましょう。またさ、渋滞抜けましたんで行ってみたいと思います。トンネルの中はね、ほんと気持ちいいっすね、音が。やばいっす。まあ、シールドちょっと開けますね。ちょっと今ね、シールド開けたんですけどね、音届いてるかな。これすごいいい音してんだよね。新幹線の車両基地ですね、大井ジャンクション。GSX-S750 のシートなんですけどね、試乗の時に結構長距離きついなって話してたんですけど、タンデムシートギリギリまでお尻を下げてあげると、まあ、ちょっと前傾姿勢でちょうどね股関節のところが浮くような感じになるんで、これで結構ねポジション変えながらやればいけますね、長距離も。あ、ニーグリップな。ちょっとタンクが太いんで
めなんでね、ちょっとニーグリップがしづらいんで、なんかニーグリップラバーみたいのをちょっと考えた方がいいかもしれないですね。うん、これね、ニーグリップしてないとやっぱり手が疲れてきちゃうんで。ここからアクアライン方面。いや、いい天気っすね、今日は。よかった。いいデビュー戦になりそうだ。いや、ちょ、ブレーキ遅れちゃった、今。危なかった。ちょ、このウィンターグローブね、ちょっと、やばいっすね。慣れるまでちょっと。かなりゴワゴワしてるんで、さあ海底トンネルへ。ですよね、一気に千葉まで行けちゃうんだもんな、これ。ワームホールだよ、これ。すげえよな。アクアラインっていうとね、どうしても僕はパトレイバーがね結構好きなんですよ。アクアラインができる前のね話なんですけど、バビロンプロジェクトっつって、東京、川崎とね千葉を結ぶ海底トンネルを掘るためにこう作り出したね、作業用ロボットっていうとこから始まるんですよね。あれ本当面白いよな。のね、押井守監督が、まあ、広角機動隊もその流れを組んでたりして、かなり好きです、そういうの。結構ね、アニメ、漫画、ゲームやるんですけどね。あんまり最近ない時間がなくて、ゲームもできてないんだよな。グランツーリスモはやってますけどね、ちょこちょこと。まあ、基本ね、僕中二病なんで、もうね39にもなるんですけど、ずっとこじらしたまんまで、やっぱでもね、なんかね、面白いですよ、やっぱり。最近はね、ちょっとアニメ好きの、友達から勧められたんですけどね、フェイトってやつ、知ってはいたんですけどね、ずっと見てなかったんですよ。で、だいぶね、熱く押されてたんで、ちょっと見てみたらね、結構面白くて、Dアニメストア契約してんですけど、車の移動中にほぼ全シリーズ制覇しましたね。あれは現代版中二病って感じで、なかなか面白いですよ、設定とかね。あとはね、シュタインズゲートとかね、ああいうの好きですね、結構 SF もの。メカ系、ロボット系か SF ものか、
あとまあ魔法系、ファンタジー系、異世界ものはね最近ちょっとあんまり見てないですけど、リゼロはね面白かったな。よし来たー、抜けましたトンネル、気持ちよすぎる。いやここは本当ね駆け抜ける喜びですよね。左右見回しても海しかない。風速5メートル、結構強い。真横だもん。さあ千葉県に突入します。さあ着きましたね東行った。よし、ここからはバイザー開けていこう。あれかな、うまくたの里、待ち合わせの場所あそこです。どうもどうも、クロスカムかみたいな。相当言うまで俺ここは出てたけど、今までと違う、多分違う、斜め上ですね、かなり。それは4歳聞いた年齢じゃないです。そうかそうか。いやこんなね3人以上のツーリングなんて本当何年ぶりだろう。15年ぶりぐらいじゃないかな多分。いいなこう仲間っつう感じがして、皆さんいい人そうでちょっと安心です。電源はまだ持ってますね、まあ、どこまで取り切れるか。ただね電池パックも2つ持ってきてますから今回は。ステップとかもねいいかもしんないですね。あったら結構もうちょっと足がのこう後ろにやりたい感じですね。お輸送ヘリだ。
いな、なんかこの辺沼があったり潮干狩り、海が近いのか。あ、本当だ、海だ、海か。港に来たみたいですね、江川海岸。よいしょ。自衛隊が近くにある。潮干狩りできるみたいですね。広いな、田園風景が。1300、早いな。なんだこの道路、千葉広いな。